さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は、GTX1630 が発売されたので、早速購入してきました。え、またなんか買ったの？え、いやこれは、その、ということで今回は、NVIDIA から突然発売した、GTX1630 を見ていきましょう。あんた、後で皿洗いね。は、はい。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。ということで今回はパリット GForce GTX1630 デュアルを購入してきました。お値段は税込み21,980円で購入しました。え、2万？はい、GTX でしかも30番台で2万円超えなんですよね。では開封する前にこの GTX1630 って一体どんなグラボ？というところからやっていきましょう。まずこの GTX1630 というのは、GTX16 シリーズのエントリーモデル GPU です。GTX シリーズで最後に出たのが、GTX1650 スーパー以来の新モデルとなります。で、GTX という型番なんですが、今や GForce といえば RTX というくらい、RTX シリーズのグラボが販売されているんですが、この GTX と RTX の違いとしては、レイトレーシングや DLLSS をサポートがないこと、コーデックも AV1 デコードもサポートしていないというところに違いがあります。もちろん GTX シリーズでも上位のものは、今でも十分ゲームをしたりするのには問題はないのですが、問題は数字の方になります。今まで GTX16 シリーズでの一番買いだったのが、GTX1650 だったんですが、今回はそのさらに買いの1630となります。今までも30番台のグラボは出ていたんですが、GT730 や GT1030 といった、ゲーム目的というよりも映像出力を目的として30番台が発売されていました。あ、もちろん軽いゲームならすることは可能です。で、この GT1030 などはだいたい1万円ぐらいで販売されていたグラボになるんですが、今回の GTX1630 はその倍の約2万円での販売となりました。グラボ高騰化も徐々に収まってきましたが、それでも今回2万円という価格。果たして2万円の価値のあるグラボとなるのか気になるところではあります。GTX1650 とスペック的には違いがあるの？では次にスペックを見ていきましょう。GForce のホームページをお借りして見ていきましょう。一番右側にあるのが今回購入した GTX1630 になります。NVIDIA CUDA Core は512、ベースクロックは 1740GHz、ブーストクロックは 1785GHz、メモリ構成は GDDR6 の 4GB でインターフェースは 64bit となっています。あとここには記載されておりませんが、PCIe 3.0×16 となります。16シリーズのスペックを並べるとこれまでのものに比べればかなりローエンド感は否めないですね。では発売当時の価格も出してみましょう。これは、一応発売当時の価格と現在の価格も一緒に出してみました。見なかったことにしましょう。シュラララ。では開封をしてみましょう。ということでこちらが中身となります。内容物はグラボ本体とユーザーマニュアルだけでした。では続いてグラボ本体を出してみましょう。はい、こちらが本体となります。まず正面のカバーなんですが、これはプラスチックですね。かなり素材は軽い感じがします。背面はこんな感じでバックプレートはついていません。続いてインターフェース、HDMI 2.0B が1つに DP1.4A が2つとなっています。こちらのパリットのモデルは6ピンの補助電源が必要となります。どうやら他メーカーのものは補助電源が必要ないモデルもあるみたいですね。グラボ全体の長さは 170mm で、70mm のファンが2機搭載されています。他メーカーのものはロープロファイルモデルもあるみたいなので、発熱はそんなにないのかもしれませんね。こちらのグラボなんですが、重さは 409g とかなり軽量なグラボですね。今や2キロとか超えるグラボもあるもんね。では続いてこちらの2万円の新しいグラボの性能を見ていこうと思うのですが、せっかくなので、うちに GTX1050Ti と、GT1030 があったので、これらのスコアも参考にしながらベンチマーク等を測っていこうと思います。本当なら価格的に RX6400 もあればよかったんですが持ってなかったので今回はこれらで比較をしていきます。今回使った検証機はこちら。コスパ最強 CPU のインテルコア i3-12100F で試していきたいと思います。
低価格帯 CPU と低価格帯 GPU でどのくらい遊ぶことができるのか。確かにどのくらい性能が出るのか楽しみね。一応検証に行く前にタスクマネージャーと GPU-Z も確認しておきましょう。オープンフレームですが、アイドル時で温度が45度。今使ってる RTX3070Ti がアイドル時で40度なんで、ファンやヒートシンクの大きさの差は大きいかもしれませんね。GPU-Z の方も特に問題なく表記されてそうですね。それではここからはベンチマークと実際のゲーム検証行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD で左から最高品質、高品質、標準品質です。映像は10倍速で回しております。すでに設定での差が出ていますね。60fps を基準とすると高品質がギリギリ。って感じもしますね。では結果を見てみましょう。結果はこのようになりました。標準品質だけかなり軽いのかな。では GTX1050Ti と GT1030 の結果も出してみましょう。こう見ると GTX1050Ti はかなり強いですね。GTX1630 は補助電源ありですが、GTX1050Ti は補助電源ないのでそれでこの差だと。確かにこの差は大きいわね。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。設定は先ほどと同様にフル HD で左から高品質、標準品質、軽量品質となっております。最初のシーンですが、設定ごとにちょうど FPS が10ずつ差が出ていてわかりやすいですね。では結果を見てみましょう。やはり FF15 ベンチは重いですね。軽量品質でも普通判定でした。では2つのグラボの結果も見てみましょう。やはりここでも GTX1050Ti が GTX1630 に比べて2割ほど高い結果となりました。同じ30番台でも GT1030 とはかなり差があるけどね。ですね。では次は実際にゲームをやってみましょう。モンスターハンターライズ。この前、このライズの続編、モンスターハンターライズサンブレイクが出ましたよね。まあ私はこのライズ、この最初のクエストから先に進んでないんですが。ダメじゃん。設定はフル HD で左からグラフィック設定、高、中、低となっています。30番台のこのグラボでもグラフィック設定、中くらいであればこのゲーム遊べそうですね。いつもの青柱との歌は群れですが、このグラボなら設定中がやはりおすすめですね。ちなみにこのゲーム、パソコンでやるなら設定中以上がおすすめです。低だと FPS は出るんですが、かなり画質が悪いので、遊ぶのであれば中以上を目指した方がいいかもしれません。では次。フォートナイト。設定はフル HD で 3D 解像度と描写距離をマックス、パフォーマンスモードでやってみました。てか毎回思うんですが、このパフォーマンスモードって本当すごいなって思います。FPS が落ちやすい上空でも100以上 FPS が出てますね。地上でも200近く FPS が出ており、ゲーミングモニターでも十分遊べるのではないかなと思います。暗黒鏡を倒したぞー。では次。Apex Legends。いつものごとく、こちらもやってみました。設定はフル HD で左がデフォルト設定、右が競技設定となっています。ちょっと訓練場を走った感じだと、デフォルト設定だと戦場は厳しいかなという印象でした。爆撃シーンもやってみました。やはりデフォルト設定だと FPS の落ち込みがすごいですね。では競技設定で実際の戦場にも行ってみましょう。上空では FPS は40前後と、まあこれは仕方ないですね。実際に地上だと FPS は100前後は出ているので、ゲーミングモニターでなければ遊ぶことはできそうですね。あ、クレイバー。ではここから少し ASMR をどうぞ。いや、外しすぎじゃない。残り4発からが本番です。ラスト2発。最後。やったー。シュラララ。
ということで今回は、GForce GTX1630 をレビューしてみました。これ、どうなの？そうですね。結論、高い。まあそうなるわよね。今までの30番台と考えれば確かに性能は上がってます。が、その上の GTX1650 やそれこそ新品で2万円を切る、GTX1050Ti の方が性能は高いんですよね。このグラボ、一体何のためのグラボなんだろう。価格が 1.5 万円ぐらいまで落ちたらもしかしたらゲーム用途ではないところで、需要はあるかもしれませんね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。